こんにちは、ナビゲーターのあやかです。さて、昼食をとった後の眠気覚ましや、徹夜で仕事や勉強をしなければいけない時など、コーヒーは強い味方になりますよね。というのも、コーヒーに含まれるカフェインには、覚醒作用があるからです。コーヒー以外になると、玉料入りの緑茶なんかは、特にカフェインを豊富に含んでいますね。そんな覚醒効果にあやかりたい場面は数多くあるものの、一方で体にどういった変化が起こっているかちょっと気になりませんか？そこで今回もっと知りたい話題ではカフェインの効果や体に起きる変化についてご紹介していきたいと思います。さあ、それでは行きましょう。大丈夫なのかな？カフェインが人体にどんな影響を及ぼしているのか調べてみた。カフェインを取ると目が覚める理由は、カフェインを取ると眠気が飛んだり集中力が増したりするのはカフェインが脳のアデノシン受容体と結合する性質を持っているからです。脳は疲れてくるとアデノシンを分泌し、それがアデノシン受容体と結合すると脳の神経伝達が遅くなったり眠くなったりリラックスを促す作用が働きます。これは脳からのそろそろ休もうというサインだとも言えますね。しかしこのアデノシン受容体にカフェインが結合しているとアデノシンは受容体と結合されず神経伝達が遅くなる、眠くなるという現象が起きません。つまりカフェインには脳のリラックスを促す物質をブロックして覚醒の手助けをする作用があるのです。カフェインの効果は個人差もありますが約5、6時間ほど。集中するための一時的なサポートに使うのはいいですが、夕方以降に摂ると寝つけない原因にもなってきます。エナジードリンクの効果。ちょっと疲れたな、気合を入れなきゃ、なんて時にエナジードリンクを飲むという人もいるでしょう。実はエナジードリンクにはコーヒーと同程度のカフェインが含まれており、覚醒作用があります。しかし、エナジードリンクを飲むと活力が湧いてくるのはカフェインだけではなく、その他の栄養素の相乗効果によるものです。エナジードリンクには糖分が含まれており、これが体内でブドウ糖に分解されることで脳が活動するためのエネルギーとなります。さらに、この糖分で口当たりが良くなっていることも爽快感の一因となっています。そしてビタミン B 群などの栄養素が含まれているものも多いですが、これも炭水化物などをエネルギーに変える手助けをしています。アルギニンなどの血行を促進する働きを持つものが配合されたものも多いです。このようにエナジードリンクには脳にエネルギーを送るための物質が豊富に含まれているため、活力が湧いてくるように感じるのです。ただエナジードリンクはいざという時の助っ人程度に捉えておくのがいいでしょう。糖分の過剰摂取で血糖値の変動が激しくなると糖分を分解するインスリンが正常に分泌されなくなり、糖尿病を引き起こす危険性もあります。カフェインの摂りすぎには注意。カフェインを常用していると脳は正常な状態を保つためアデノシン受容体を増やしていきます。コーヒーも習慣になってくると次第に眠気覚ましの役目を果たさなくなるのはこのためです。そうなってくると摂取量を増やすことで眠気を覚まそうとする人がいますが、これは感心できません。そもそもカフェインによる脳の覚醒は一時的なごまかしです。適量なら問題ありませんが、過剰になってくると脳に無理をさせることは目に見えています。カフェインを摂り始めて約10日前後でアデノシン受容体に変化が現れたという研究もあるので、やはり脳にとってあまりいい状態ではないということでしょう。過剰摂取が続くとカフェイン切れによる禁断症状も。またカフェインを過剰に摂っている人はカフェインが脳内にあるのが当たり前になってしまいます。こういう状態にある人が長くカフェインを摂取できない状況に置かれると、いわゆる禁断症状が現れるのです。イライラしたり、気分が落ち込んだり、場合によっては吐き気を催すなど、精神状態が不安定になります。脳内に当たり前に存在したものが急になくなってしまうのだから、これもやむを得ません。しかしこの禁断症状は10日前後で改善されるという報告があります。それもまた脳が正常な状態に戻ろうと対応しているのでしょう。カフェインの摂取量については個人差があるため厳密な規定は定められていません。しかし、欧州食品安全機関カナダ保健省では、成人男性は1日 400mg までをめどとしています。また、妊娠中の女性になるとさらに代謝が遅くなるため、1日200から 300mg までとしている期間が多いです。コーヒー1杯に含まれるカフェインは約 60mg。これを考えると、多く飲んでも1日5杯程度に留めておくのが良さそうですね。以上のようにカフェインの覚醒効果は非常に便利ではありますが、過剰に摂取すれば脳に負担がかかることは必ず念頭に置いておきましょう。ただ、眠ってはいけない場面や多少無理してでも頑張らないといけない時というのは誰しもあるものです。健康を害さない範囲で上手に活用していきたいですね。はい。この話題を最後まで見てくれてありがとうございました。今回はカフェインについてご紹介いたしました。実はですね、私自身カフェイン過敏症なんですよね。カフェインを取ると必ず症状が出るとも限らないんですが、その時の体調によってとか具合が悪くなるです。コーヒーとか紅茶私大好きなので、すごく悲しいんですけど、今は結構ノンカフェイン量も増えてきてるのでありがたいなと思ってます。まあといってもまだ置いてないお店も多いので買う場所を選ばないといけないんですよね。皆さんの中にも私と同じアレルギー体質の方いらっしゃいますか？私の身近にはいないのでなかなか共感し合えなくて寂しいんですよね。ぜひご意見お待ちしております。さて、あなたはこの話題をどう思いましたか？雑学系の動画もいいね、面白かったと思った方はぜひグッド評価をお願いします。また、あなたの気持ちをコメントしてくれたり、チャンネル登録をしていただけると今後の励みになりますので、ぜひナビゲーターあやかの応援よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。バイバイ。